レディオザビストリップ第138回、今回はギターのユーが MC をお送りします。よろしくお願いします。今日はワンマンライブビストリップ13th anniversary ライブスクリームズ under the milky way の、リハに入ってきました。久しぶりにみんなで音を合わせてね、すごく楽しかったんだけど、もうリハビリなしで急に音出したからもうすげえ疲れました。でもいいライブ、かっこいいライブがいろんな意味でできると思うので、もうちょっとなのでね、楽しみにしていてください。それでは、質問に行きたいと思います。こんばんは、質問です。月1のペースで美容院に行くんですけど、毎回今日はどうしますかって聞かれると、日よっていつも通りでって言って、しまい、伸びすぎた毛を切って整えてもらう、いわば現状維持になってしまいます。現状維持も不満はないんですが、説明が下手くそかついつも通りでって言えば大体どうにかなるので、毎回いつも通りになります。ゆうさんは普段美容院でオーダーするときどうしてますかということなんですけれども、まあ、大体そのやりたいやつ、やりたい髪型セットしたらこうしたいっていうのをあらかじめインスタとかで見つけたりして、あとはメイクさんとこんなのどうっていうのを相談して写真見せたり、まあその場でもうちょっとここがこうですねとか言ったりするんで、そういうのが多いかな。だからちゃんと決めてってます、ほぼ。だから髪色は何かその時に一緒に考えてとか、こういう候補があるんですけどどうすかねみたいな、あとは衣装もの兼ね合いとかも考えてちょっと相談したりはしますね。はい、次。ゆうさんこんにちは。こんにちは。ゆうさんはスマートフォンのホーム画面やロック画面は何の画像を設定されていますか？僕はスマホにもともと入っていた画像を設定しています。ガラケーの時は今よりもう少しこだわっていたのですが、いつの間にかこだわりもなくなっていました。ということで、僕はマクロスフロンティアのシェリルの映画さよならの翼かなんかの背景を画像にしてます。版権とかあるから使えないと思うんで出せないんですけど、すごい多分調べれば出てくるやつです。はい、次。ゆうさんこんばんは。もう少しでビストリップにとって最後のゼップ東京ですね。私の今の心境は楽しみ半分、寂しさ半分です。なくなっちゃうの本当に悲しいです。そこでゼップ東京であった個人的に面白かったエピソードとかお聞きしたいです。ステージ上でも楽屋で出来事でも何でもいいので聞かせてください。17日は全力で楽しみたいと思います。一緒に暴れましょうね。ゼップで面白かったことってわかんないな。なんかライブ中にみんなあるかな。なんかファンのみんなの方がちょっと覚えてるかもしれないけど、楽しかったことはたくさんあるけど面白かったことはわかんないな。いつも、面白いことじゃないんだけど、なんかいつもメンバーの楽屋の方が狭いっていうのはちょっとぼやいてた気がします。こんにちは。次ね。こんにちは。市販されてるアイスでは何が好きですか？ちなみに僕はビスケットサンドが一番好きなんだけど、食べたことありますか？ないです。ビスケットサンド、市販のだとなんだっけ、ハーゲンダッツのクリスピーのキャラメルだっけのやつが好きです。次。ゆうさんこんにちは。先日ゆうさんがツイッターでお気に入りのロザリア・ロンバルドの話をしてたので嬉しくなっていました。ラップとギターの始まり方が刺激的で一気にそこから曲に引き込まれます。13周年は9セトリがあるので、今回のライブはある程度セトリが想定できる珍しいパターンとなりましたね。ロザリア・ロンバルドは来てくれるのかなとそわそわしています。私もちょっと仮装を用意しています。ゆうさんは良い感じのジェイソンマスクを見つけましたか？当日楽しみにしています。そうだね、ロザリアはねすごいなんか気持ちが入れる曲っていうか、まあ今日それこそねリハやってきたんだけど、あの曲 になるとそれこそ頭のギターのなんか泣く感じとかがすごい、まあ今の年になってからっていうのもなおさらあると思うんだけど、すごい入り込めてねこうグッとくるし、まあそのあと前後とか のセットリストでもねやっぱ結構来るので、そのゾーンもね特に楽しみにしててもらいたいです。ジェイソンマスクはねちょっと探しています。今
なんかいろいろ調べたんだけど、どれがいいのかなって思ってます。次、ゆうさんこんばんは。私は CD を聴くときにギターの音だけ、ベースの音だけというようにおのおのの音に集中して聴いたりするんですが、ゆうさんとみさんのギターの音の聞き分けが完璧にできません。ある程度はわかるんですが、曲の途中で聞き分けられなくなる部分が出てきます。ギターの知識がない私でも完璧に聞き分けることってできるもんなんでしょうか。うまく聞き分けるコツがあれば教えていただきたいです。右から出てるのが俺で、左から出てるのが海で、右上とかなんか左上とか、ちょっとメロっぽいの弾いてたりするのが俺の音で、たまに単音でデケデケみたいなのが海の音っていう感じで、ちょっとまあまあ聞いてみてもらって、基本はまあ左右で分かれてる感じです。ぜひぜひちょっと聞き比べてみてください。次、お疲れ様です。2回目の投稿です。ゆうさんに質問です。最近ハマっているアニメはありますか、もしくはハマっているアニソンとかあるでしょうか。ちなみに自分は最近ジャヒー様はくじけないという残念可愛い系アニメにハマっています。アニメの内容も曲もちょっと中毒性のある感じで好きです。もう俺はだからもうヒロアカで止まってるアニメだから、ヒロアカのあれ見た、映画見た、映画見てなやっぱ泣きかけたし、デクの成長かっこよくなってる、強くなってるのが本当にすごいいい、それにつきます。次、ゆうさんこんにちは。ゆうさんは戦隊ヒーローとか仮面ライダーとかがお好きですか。好きです。好きな作品があったら教えてほしいです。あります。仮面ライダーは、まあ、エグゼードビルドから始まっててか、まあ、その辺と、あとあれなんだっけ、桃太郎とか出てくるやつとか、だから佐藤健さんが出てるやつとかね、あとウルトラマンは、ウルトラマンはじゃねえや、センターヒーローって言って、まあ、ウルトラマン好きだし、ウルトラマンはジードがとにかく一番好きです。あの見た目も含めてね、すごい好きです。はい、次、ゆうさんへ、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。お便り送れなくてがっかりしていたら中止って、って思いて書いてます。もうすぐ13周年ライブですが、衣装は決まりましたか。何を着ていこうか考え中です。衣装は今日海に聞いたらなんか作ってるって、だから今度なんかフィッティングとかあるかも、急に呼ぶかも、急に呼ぶかもしれねえって言ってた。だからそれを待ってる感じです。次、こんばんは。お疲れ様です。いつが月曜日の下りはよくわかります。お便り送るのはクラムで、もうすぐ13周年ライブ準備大変ですよね。衣装、あら、これさっきのやつだわ。どういうこと、同じの読んでた。次、違う、同じのが来てたんだ。次、ゆうさんこんにちは。話したいことがいろいろあるんですが、取り急ぎラジザの質問。エペの得意なキャラは誰ですか。私はミルセンなので操作感は分かりませんが、パス派が好きです。僕はオクタンです。あのエペックスって、そう、友達とこの前会って話しながら知ったんだけど、なんかすごいいろいろキャラ設定があるらしいね。それでちょっとストーリーっていうのかな、なんかキャラクターの設定見たら、まあまあまあいろいろ書いてあって、すごいちょっと、ね、面白かったんでね、今度深く掘り下げて見てみたいと思います。次、ゆうさんこんにちは。収録お疲れ様です。ゆうさんが今期注目しているアニメはどれですか。鬼滅の刃、ワールドトリガーは見る予定なのですが、他にも何かあれば見てみたいなと思ってます。よろしくお願いします。あ、なんかね、今日ね、海と東野とトモがなんか言ってたけど何にも思い出せないから、とりあえず俺は今日からプラチナエンドを見ます。あの大罰組の、デスノート組の人たちのやつですね。でも綺麗だったし、まあ、アニメはまだあの CM とかも何も見てないから分かんないんだけど、でも作画がすごい綺麗なのでね、漫画の方ので見てみたいと思います。はい、次、今年友達がナチョを送ってくれたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて丸ごと一玉を一人で食べました。ゆうさん、秋の味覚何か食べましたか。ちなみに最近そこら中でキンモクセイの香りのアイテムが売ってて、見るたびにゆうさんだってなってます。で、ゆうさんからはキンモクセイの香りをまだ感じたことがありません。残念。梨好き、すごい梨好き好きで、そう、俺もだから梨食べたし、さつまいもとかもそうとか、なんか急にやっぱさ、あのドンキとか行くとさ、匂いあいつすげえじゃん。そういうのはね、食べたりしちゃったこの前。キンモクセイの香りはね、なんかね、たまにでもわかる人いるって、ステージから出た時、なんかキンモクセイの香りしました、ゆうさんですよねみたいな。
あれすごいね。次、ゆうさんのギターめちゃくちゃかっこいいです。ありがとうございます。次、だんだん秋の空気になってきて、街でふと金木犀の香りを感じると嬉しくなります。嬉しくなるんですね。ゆうさんも金木犀の香りはお好きだったと思いますが、今シーズン、愛用している金木犀グッズありますか。私は数年ぶりにオウパラディの、金木犀の香水を買って気分を上げてます。普段使いしやすくておすすめですよ。僕はね、オイルタイプのね、名前忘れちゃったけど教えてもらったやつ、そのうち写真撮ってあげますね。それがね、もう本当に一番好き、すごい好き。本当に香りもいいし、もうずっとつけてたし、ライブの時はいつもつけてるし、インストアのイベントとかがあった時もつけてます。次、ゆうさんこんにちは。こんにちは。ゆうさんはかなり前にスノーマンにハマっていると書いていましたが、誰が好きですか。私もスノーマンにハマったので気になりました。私は佐久間くんが好きです。俺もね、佐久くんと渡辺翔太さんですが好きです。はい、次、ゆうさんこんばんは。こんばんは。夏夜終わりの出来事、最寄り駅の待合室にセミが仰向けに、せめて最後は羽を上の体勢に戻してあげたいなと思っても、昔から昆虫類が苦手なので触ることができずにいると、杖をついたおばあちゃんがその杖でひょいっと一回でひっくり返しうつ伏せにしてくれました。昔は気持ち悪いとか怖さがなかったのですが、最近は儚さや切ない気持ちになります。ゆうさんは年齢を重ねるにつれて何か心境の変化ありますか。ありますね。やっぱり虫すごいさ、触ってたけど全然触れなくなった。トンボギリ、カブトムシギリ、それ以上もうセミとかもう全然無理だよね。なんかそこら辺の少年たちが捕まえてキャッキャしてるのとかもう信じられない。次、緊急事態宣言が解除され、少しずついろいろと制限が緩和され始めましたが、宣言下に向かけていた飲み歩き飲みをしている人々を見かけるたび、そんなにまでして飲みたいのかなとイラッとしてしまうのですが、そんなイラッとしてしまう自分も嫌だなと思ったりしています。お楽しみの中ではいろいろざっくりバッサリ切り分けする大人の対応ができるゆうさんに、この微妙な感覚を強化する方法をアドバイスいただけたらと思います。推進ココちゃんとのツーショット正座待機としております。そうね、それで言うと海って結構すごいしょうもないことで、やるムカつくんだよなっていう、あれイラッとするって結構さ、インストアの時とかもさ言うじゃん。なんかいやそんなって思う。なんかまあ歩き飲みねえ、なんとも言えないよね。飲み方にもよるよね。俺もだってさ、なんか歩いててさ、喉渇いたなつってちょっと止まってお茶飲んだりさ、紅茶飲んだりするわけじゃん。っていうか、まあまあそうしたりするときと、そういう人たちがさ、うわ喉渇いたな、ちょっとゴクってしてって言ってビールゴクゴクっていく水分補給的なさ感じで飲んでる人もいるわけじゃん、きっと。そういう人ももちろんいるわけだし、なんかまあだらしない人もいるわけだし、まあその実情はわかんないから何とも言えないけど、まあそれをやっぱりわざわざイラッとしてしまう時間ももったいないし、マナーが悪いんだったらそれはまあイラッとしてもしょうがないと思うけど、まあ気にしなくていいんじゃないですかね。はい、次、ゆうさんこんばんは。私は昨日会社の健康診断でバリウム初体験したのですが、その副作用なのか2日間体調が死んでて未だにご飯が食べれません。あ、全然大変じゃん、2日も食べれないなんてかわいそう。来年は胃カメラにしようかな。ゆうさんはどちらか経験ありますか。最近初体験したことありますか。ないね、どっちもないし、最近初体験したこと、初体験、あるんだけどちょっと言えないです。何個かあるんだけどね、ちょっと言えないのでごめんなさい。はい、次、7月は行けなかったので10月は絶対行きたいと思っていました。どうなるかと心配でしたが、ワクチンに接種2回目も終わりましたし、緊急事態宣言が解除されたので無事行けそうです。感染対策をしっかりしていくことはもちろんなんですが、会場では Wi-Fi を切っておくことのように何か気をつけた方がいい、良いことがありましたら教えてくださると嬉しいです。Wi-Fi 切ってくれれば大丈夫そうです。あとは、まあ、今はコロナ禍でもまだあるので、ガイドラインやら、僕たちじゃない
ない箱だったりとかが、こうしてくださいっていうことをよく聞いて、それに、そのいうことを聞いてください、はい、そして楽しんでください。次、ゆうさんの生きがいって何ですか？人生楽しいって思う瞬間ってどんな時ですか？わかんないね。やっぱりライブはもう当たり前なんだけど、メンバーでいるとき楽しいかな。もうなんかね、すごいバカな話ばっかりしてすごい楽しいし、今日も楽しかったです。はい、ゆうさんへラジザーお便り、なんやかんやなんやかんや、女の子の趣味が合うので最近一番可愛い人を教えてください。あれ、僕はずっとちょっとあれなんですけど、ガッキーがガッキーがって言ってたんですけど、実は荒木さくらさんっていう子がすごい可愛いってずっと思ってて、そうだから実はもうガッキーを全然超えてて、荒木さくらさんっていう子がすごい可愛いと思うので見てください。最後、ナイトルーティーンみたいな寝る前、絶対やることとかありますか？あ、最後じゃないや、そう、まずそれね、ナイトルーティーン、もうゲームして歯磨きして寝る。服を買う時のこだわりってありますか？サイズ感と形、ベースの形、差し入れとかプレゼントって何だと嬉しいですか？手紙でも嬉しいし、もう何でもなんかそのみんなが考えて送ってくれるものはもう嬉しいです、本当に。次、ゆうくんこんにちは。最近旦那がベープ購入しました。ハマったみたいで、ゆうくんおすすめのコーラ味のベープ気に入って吸ってます。またおすすめの味あったら教えてください。17日のゼップ楽しみにしてます。今日も大好きです、ありがとう。俺もすごいコーラが好きだし、その出したコーラと紅茶とマスカット、マスカットは正直なんかまた別のメーカーですごい美味しいのがあるので、多分それとかはみんななんか店員さんとかに聞いたら教えてくれるんじゃないかな、とかが美味しいので、ぜひ吸ってみてください。次が今度は最後かな。次、どれだ？あ、ゆうさんにはヒロアカの話めちゃくちゃしたいので、上の内通者とか考察系嫌じゃなかったら話してくれると私が喜ぶのでお願いします。あとなんかあるのかなと思ったんですか？そうね、内通者だか青山説とかね、あるよね。でもでも正直ヒロアカで内通者いてほしくないっていう、もうそれでしかない。なんかもう本当にクラスの誰も疑いたくない、あんな素敵なね、ヒーロー科のクラスの人たちに内通者がいるって思いたくないので、もうそれはないっていうことにするか、もう誰かしようなんかしょうもないどっかのヒーロー、サブヒーローが内通者であってほしいです。もうクラスの中にはどうしてもいてほしくないと思ってます。というわけで、たくさんの質問ありがとうございました。次はまた今度なんかリハの時とは何人かで撮れたらいいかなと思うので、指名はせずに誰かがそれまでにやりたいっていう人がいたらやるし、何人かで出るかもしれないので次回楽しみにしていてください。それじゃあまたね、バイバーイ。